五大和プ人、五大和夫人、レデ,ディ・ゴディは、990年頃から1067年9月10日は、11世紀イングランドの女性。英国博、レオフリックの夫人で、自身も後に領主となった。夫、レオフリックの圧勢をいさめるためコベントリーの街を裸で行進したという有名な伝説が残っているが、中世を専門とする歴史家の見解は、これは、 史実ではないことで一致している。同時代頃のニセイングルフの年代記によれば、ゴダイバは美しい限りの清い心持ちの女性であったと言われる。ベルギーのチョコレートメーカー、ゴディバのブランド名及びそのロゴは、ゴダイバ夫人の伝説に由来する。なおチョコレートブランドの日本語の表記と発音は、ゴディバとすることが差は英米で広く信じられている漠然とした伝説は、 両民に対して情け深い夫人が、理不尽な夫に難癖をつけられて、すっぱだかで長髪をなびかせ馬に乗って、町内を横断する羽目になり、町人は夫人に恩義を感じて、目を背け矢印馬を差し控えたのだが、ただ一人、トムという男が盗み見たため、以来、ピーピングトムといえば、覗き見をする人間の代名詞となった、というものであるが、この内どの部分が、どのように成立したかを以下に説明する。 この伝説については、1236年没の年代記が最も簡素かつ最古とされる転居であるが、それは次のような記述である。白爵夫人お代馬は、聖母の大層な敬愛者で、コベントリーの町を重税の区から解放戦と欲し、たびたび夫に対して祈願して、減税を迫った白爵はいつもきつく叱りつけ、二度とその話はせぬようと、たしなめたが、 それでもなお粘るのでついに、馬にまたがり、民衆の皆がいる前で、裸で乗り回せ。町の市場をよぎり、端から、端まで渡ったならば、お前の要求は叶えてやろうと言った。五台場は、では私にその意があればお許しいただけますのですね。念を押したが、許すという。さすれば、神に愛されし白爵夫人は、髪を解きほどき、髪の房を垂らして、全身を、 ベールのように覆わせた。そして馬にまたがり二人の騎士を共につけ、市場をかけて突っ切ったが、その美しいお見足以外は誰にも見られなかった。そして童貞を完走すると、彼女は危機として驚愕する夫のところに舞い戻り、先の要求を叶えた。レオフリク博は、コベントリーの街を前述の役から免じ、直令、検証によって、これを認定した。ロジャーの 歴史の花よりも広く書写された中世時代のベストセラーに同じ創員の後輩による補定版とも言うべきがあるが、その記述も上と大差はなく、誰にも見られなかったことを白尺が奇跡だと感じ入ったという部分のみが誇張である。のホリオ写本、1650年頃の写本書集のバラットの一編、レオフリクスがさらにその撤廃を嘆願した。代は、 裸で馬乗りすることを命じられた日を指定して、町内中の役人に通知すると、役人たちは彼女の意を組み、町民たちに命じて、その日は家にこもってとも窓も閉め切るようにと言いつけた、町民に屋内に閉じこもれという発令がされるのは、このバラッドが初だという。また、裸でという言葉の解釈にも諸説あり、長い髪が効果的に体を隠していた。 下着のようなものは身につけていた、貴族の象徴である装飾や、宝石類を外した格好だったことを裸でと言い表したなど、複数の説がある。ただし、彼女の時代のネイキッドという語は、いかなる衣服も身につけずという文字通りの意味であり、それ以上の比喩的な使い方があったわけではなく、後付け的な解釈である感も否めない。また、領民のためではなく自らの懺悔のために、 行ったという説もある。町集みんなが守った礼儀に逆らって、一死まとわぬ古代幕ンをただ、一人覗き見したというピーピング、トム伝説は文学作品から広まった形跡はない。これは17世紀以降、コベントリー地域の地元に出現した伝説である。1826年に投稿された、W リーダーという地元通りの記事によれば、 婦人を覗き見した仕立屋がいたという伝説はその頃、すでに定着しており、町を挙げての恒例の祭りでは、古代馬婦人に奮した人が行列に参列し、街角には、ピーピングトムと呼ばれる木像が置かれるしきたりであった。そのイラスト画像などは、二次資料を参照。同記事の筆者は、この木像の甲冑、衣装などから、それが、チャールズ二世、年没時代頃の、 ものと推定する。また、古物収集家、1686年没が、その巨著らの中で、覗き野郎のことに一言も触れていないことから、伝説の発祥はその後と結論した。五代は夫人の更新の行事が、初めて開催されたのは1677年で、あるが、翌1678年には、ジェームズ・スー・イナートンという男の子が、五代は夫人役だったという。 文献における、覗き男登場の経緯はどうかというと、これは、英国人名辞典によれば、覗き見したのはとある仕立て屋だったとし、五代馬夫人の更新では、五代馬役が、無論全裸ではないが、獅子にぴったり合わせた、純白の絹衣ろをまとうとしている。英国人物辞典によれば、ピー・ビング・トムが、名指しで文書に登場する最古例は、コベントリー氏の公式年代記、 1773年6月11日付で、木偶に新しいカツラと塗料が支給された記録である。このほか、除き、男の名が、アクティオン、であったという1700年以前の書簡があるという。トム・トーマスという名は、アングロサクソン名ではないので、実在の五代バップ人の時代の領民の名としては、ありえないことが指摘されている。 またトーマスはこの後に天罰が下って盲目にされた、あるいは住民によって視力を奪われてしまったとも伝えられる。ピーピング・トムは英語の俗語で、覗きまのこと。五代は不人の羅針を覗き見た上記の男の名に由来する。日本語の同意の俗語、デバカメ、デバガメに相当。マーシア博、レオフリック、968年から1057年の妻、 名前の綴りは一定しない。アングロサクソン名はゴッドギフ、またはゴジフであり、これはグッドギフトを意味する。ゴディバはラテン語風の綴りである。年代キレバエリンススによれば、ゴダイバという名の白爵未亡人が1028から9年頃、四季を悟り同人院に土地を寄贈したとあるが、もしこれと同一人物であるとすれば、その彼女が病状から回復して、その後に、 レオフリックと再婚したことになる。レオフリックも五代馬も共に信仰活動に熱心であった。ロジャー・オブ・ウェンドーバーによれば、レオフリック博が1057年が死去した時、自ら混流したコベントリーの修道院にそうされたが、この混流は妻である五代馬伯爵夫人の助言によるものであったという。このベネディクト会修道院。 は、1043年に設立されたが、二敗員となった。下って1050年代には、ウスター氏の生メアリー修道院の混流直例にも、五代場、の名が、レオフリックの名と連記されている。さらに、夫妻の名前は、レオミンスター、チェスター、マッチウェンロック、エベシャムの教会堂の講演者として記録されている。1057年に、レオフリックと死別した後、未亡人として、 ノルマンコンクエスト後まで生き延びた。ウィリアム一世による、県知大長、ドゥームズデーブックには、ノルマン人による、イングランド征服後もわずかながら残った、アングロサクソン人領主の一人として、また唯一の女性領主として記されている。ただし土地調査が行われた1086年にはすでに、五代馬は死去していたとする説もあり、1066年から1086年の間に死去したとする説。 1067年9月10日を、古代馬の命日とする説など小説ある。また、古代馬の墓所についても、夫の隣に埋葬されたとする説、すでに現存しないエベシャムの教会に埋葬されたとする説など小説ある。これらの史実から、コベントリーの町を裸で馬に乗って行進したという、有名な伝説は事実ではないというのが歴史家の見解である、前日。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。